感じに。熱っ。おはようございます。ちょっと残念なことにテールがバッキリ折れてしまいました。バッキリ折れて、まあ、ちょっと、まあ、どうしてもこの板で撮影をしたいということでメーカーさんにお願いして送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回そのこのステッカーの貼り方めっちゃ気に入ってて、新しい板届いたんですけど、どうしてもやっぱこんな感じで貼りたいんで、はいはい、ステッカーも送っていただいて貼ることになったので、まずそのステッカーの紹介をまずします。はい、まあ、まず我らの 90s。 あー、恥ずかしながら、恥ずかしながら、なんでやん、恥ずかしながら、なんでやん。で、まあ、リブネック、おー、ベントメタル、あー、リードで、バンズ、バンズ、バンズ、ウートスノーボードパークスクール、ウート、ウートで、アシンボル、アシンボル、アシンボル、ジェイミー・リンとかのこの絵描いてる人っすのアートの集団、アート集団、はいはい、まあ、ちょっと今は亡くなっちゃったんですけど、ああ、アシンボル、アシンボル、去年一昨年ぐらいに亡くなったんですけど、かっこいいんで、これ貼りたいっす。はい、多いな、多い、どう貼っていこうの前に、の前に一応これユーズドなんで、新品の板じゃないんで、トップシーツちょっと汚れてんすよ。なんでまずは板を、板にステッカーを貼る前にそれをきれいにします。きれいにしましょう。きれいにします。まあ新しい板とかやったらそんなやったことはないですけど、まあこれから板使ってた板にステッカー貼りたいっていう人はこの方法をやってください、はい、で用意するのがリムーバー、リムーバーと適当なタオル、適当なタオル、まあ一応これちょっとサーフィン用やねんけど、あ、そんなんでもええやん、あ、一緒なんや、一緒。まあまず、まあ、板に適量垂らして拭くか、もうこっちに垂らして拭くか、はい、めんどくさいから一気にいきます。あ、性格出るな、あ、性格出るな、で、あ、めっちゃ綺麗になるな。まあこれ乾いてないからな、そう見えるだけ。あ、そうなの。最初は水に濡れて、水でも多分同じこと言うてて、あ、めっちゃ綺麗になるなって。恥ずかしいが今のカットな。よし、あ、綺麗になった、綺麗になった、綺麗になったな、綺麗になった、経緯、あ、そんな汚れてなかった。そんな汚れてなかった。今日は空抜きをして、そう、ステッカー貼るのは絶対乾いてからにしてください。はい、乾いたら、よし、ゲイで、まあ綺麗になりました。まあ傷とかはちょっとどうしようもないというか、まあコンパウンドで磨けば綺麗にはなるんですけど、そこまで気にしないです。はい、そこまで、なんならいつもは汚れとかも落とさんと貼るんです。次やるのが配置切れ、いきなりペタペタ貼ってもね、バランスが悪くなるんで、まずはどう貼るか。去年のじゃない、いや、折れちゃった方はこういう感じで配置してたんですけど、まあできたらバインもつけた状態でやった方がいいっすね。はい、そう、ここにあったけどバインに隠れちゃったみたいなのもあるんで、僕はでも適当にいきます。バンズベントメタル92が増えたんか、どうしよう。この貼り方、このさ、この貼り方かっこよくない？かっこいいな、うん、ここはだからこれでいきたいと思う。こいつよ、この3つ、この3つどうしよう。92一番上、一番上やな、リードより上、リードより上や。
もちろんやん、そんなの。バリバリ言うやん。こうちゃう、バランス的に。まあ、バランス的にやな。うん。でも俺、これがいいな。これがいいな。いつ。あ、ここにしよう。おった。おったわ。おった。で、ベントメタルとバンズよ。もう、ここしかないよな。うん。でもノーズ寂しくならへん、これここワチャワチャしだしたら。いやもうどうやろ。でもそんな寂しくならんのじゃん。リブテックいる？いやリブテックの板にリブテックはいらんか。でもうんうん書いてるしな。そうリブテックって書いてんの。うん。ナインティトゥいる？ナインティトゥいらんな別に。いらんの？いらんいらん。ナインティツいらんの実は。うん、バランス悪いな。おったバインは僕一番内につけるんで、この辺でも全然いける。そうやな。オッケーオッケー。こういう感じの配置ではいいきます。ということで貼っていきます。貼っていきましょう。はい。あ、緊張すんなこれ。ミスったら終わりやからな。よし、カッシリと貼るときはもう端っこからこうゆっくり狙いで空気入っちゃうんで。はい。もう細かい人とかもうヘラとかでやれる人も多いかもしれない。ああ、そう、空気入らんように入らんように。はいはいはい。まあでも空気入ってもそこに真ん中に針真ん中に針ピッてやってるやったら空気取れるから大丈夫。ナインティトゥお、いいな、なんかいい感じ。うん。あ、これカッティングじゃないんやな。これカッティングじゃない。オーケー。おー、バンズオフソフをベントネタに。うっちゃ、危ない。え、ちょっと待って。あー、 B のここ何個おかしいと思った。 B のなんか空白がすごかったな今。後でいい感じに貼ろう。ここに来て集中力のなさが出たな。集中力のなさ出てもうた。めっちゃだるいやん。来た完成しました。リードからのリード、何だね、シンボル、シンボルウーと92バンズベントメタル。おお、うわシップ。次にすることは貼ったステッカーを温めます。温める。そう、ステッカーののりをちょっと溶かして、で冷えた時にギュッと固まるみたいな。はいはいはい。ワックスと一緒。おお、ワックスも結局温めて溶かして冷ましてって感じで。うん、そう、それと一緒。そうやったらめっちゃもうほんまに剥がれへんくなる。はい。一番いいのはドライヤーでバーって温めて置いといて冷ますっていうのが一番いいねんけど、そんなことはせん。そんなことはせん。もっと手っ取り早い。もうないから。もう俺5年ぐらい一生これでやってる。ライターでシューッて。やぶな。さーってするだけでギュッてなるから。へえ。そう、あんま同じとこずーっとやってたらあかんで。うん、ターボの方が楽。結構いい感じに。ドライヤーがあるんならドライヤーでやってください。そう、ドライヤーがあるならドライヤーの方が安全。あ、ちょっと焦げた。すすついた。あっ、あっ、熱っ。っていう感じで貼っていってください。はいはい、今日の動画は以上です。ありがとうございます。